電気自住職三木田雲です。本日も怪談説法を始めさせていただきます。今回はですね、ちょっと夜釣りについてのお話なんですけれども、私はちょっとお坊さんということもあって、あまり釣りに行くということがほとんどないんですけれども、釣り好きの方っていうのは私の近くにもおられてですね、もう寝る間を惜しんで行かれる方もおられますね。でそういった釣り好きの方から、お聞きしたお話なんですけれども、ある、あまりちょっと詳しい場所まで言うとダメなのであれですけれども、太平洋側の海としときましょうか、とある無人島があるんですね。でこれ無人島と言いましても、ちゃんと所有者の方はおられるわけなんですけれども、その無人島に渡って皆さんで、昼間釣りをしてですね、で、夕方近くには皆さん無人島から帰ってくるっていう、釣りのいわゆる、ツアーといいますか、そういうのがあるらしいんですね。でこの男性が、その島によく行かれてたそうなんです。で必ず夕方の5時頃になりますと、その持ち主 の, 無人島を持ってられる方のとの約束でですね、夕方の5時にはその島を出るっていう約束が必ずあったそうなんです。ところがこの方ですね、もう大変釣りが好きでですね、どうしてもあの無人島で夜釣りをしたい。でこれ何度も所有者の方に許可願えませんかって言うんですけれども、絶対夜はダメですっていうふうに断られ続けたそうなんです。でもその方はですね、もうやっぱりもう釣りが大好きですから、その所有者の方には内緒でですね、明るいうちに渡ってもうそこに潜んで見つからないようにして、夜釣りを楽しもう、でテントを持って一泊してそこで釣りをするんだというふうにして、その方所有者さんには断られたものの、内密にお一人でテントを持って行かれたそうなんです。で近くに自分 の, 借りた小さな船を止めてですね、その無人島に上がり込んだ。で島の手前側はいつも釣りをされる場所らしいんですけど、そこはですね、実は町の方からも明かりが見えてしまうんです。ですから島の後ろ側に回って、ライトをつけて夜釣りを楽しもうとされたそうなんですよ。で、だんだんと真っ暗になってきて、で海の暗さっていうのは本当に月明かりがなければ真っ暗になるそうなんですね。もう隣に本当に人がいても気づかないぐらい真っ暗になるそうなんです。でいよいよ真っ暗になって、一人これから釣りを楽しもう、ライトをつけてですね、海の方をこうパッパッパッとライトで照らすそうなんです。そういう釣り方があるんですかね。そうするとそれに反応した魚たちが集まってくる。でそこで竿を入れて釣られるわけですけれども、その夜釣りをずっと楽しんでられたそうなんですよ。で楽しんでますとですね、だんだん月も陰ってきて、ちょっと曇り空になってきて、いよいよ周りが真っ暗になって、ライトを照らしながらたまには消して、魚を刺激しつつ、釣りを楽しんでられたそうなんですね。でこの釣りをずっと楽しんでますと、時折向こうの方に明るいライトがパッとつくそうなんですよ。でそうなるとパッと電気を消すわけです。もしかすると誰かが見回りに来てるのかもしれない、あるいは漁船がですね、あれあそこ無人島のはずなのに電気が今ついてなかったか、そうやって気づかれるのを恐れて、極力ライトを使わずに釣りをされたそうなんです。でまたしばらく 1,2 時間釣りをしてますと、向こうの方からまたライトがパッとつく。でこちらは慌てて電気を消すわけですね。そんなことを繰り返しているうちに、一艘の船がライトをつけたままずっとこちらに向かってやってきたそうなんです。でこれはもしかすると自分の存在がバレたかもしれないと思って、その方釣りをちょっとやめてですね、そこにあった一式自分のものをある程度持って島の中の方に入っていかれたそうなんですよ。でそれでその船の様子をずっと伺ってると、その船ゆっくりと着岸して、どうやら乗ってた人たちが3人ほどだったそうなんですけど、その方たちが降りてきたそうなんです。でバシャバシャバシャっとちょっと海の浅瀬を歩く音がして、バシャバシャバシャ走るように降りてこられた音だけがする。であれ、もしかするとこれ自分を探しに来たのか、あるいは夜釣りをこの人たちもやるつもりじゃないかな、
まあ、そんなふうなことを思いながらずっとしばらく耳を立てたそうなんです。そうしますとその人たちがなんかごちゃごちゃと喋ってる声がする。でよし、右大丈夫か、左大丈夫か、まあ、そんな会話が聞こえてきたので、あ、やっぱりそうか、これは偵察の方だなと思って、残念だなと思って、自分はまだ静かにしてたそうなんですよ。そうしますとその人たちがどん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 と島の方に来るので、あ、このままここにいると見つかるなと思って、また静かにちょっと場所を移動したそうなんです。でその島には、まあ、その島の歴史がその時点では明らかになってなかったので、なんか小屋みたいなのがたくさん建ってたりですね、あの打ち付けの、コンクリートでできたなんか建物のようなものが建ってたり、おそらく昔ここはトイレだったんだろうなというふうな、あのボロボロになった建物があったりしたそうなんですけれども、この男性は、まあ、近くにあったそのボロボロになったトイレの中に潜みましてですね、ここならまあ見つからないだろうと思って、まあ、しばらくすると見回りが終わると帰るだろうなと思ってその中にいたそうなんです。そうしますとその上がってきた人たちがガサガサとトイレの近くまでやってくる。まさかこの建物の中まで調べるのかなと思っていましたら、そのトイレの近くにある建物の中にどうやら3人が入っていった。で、あ、ここには来ずにその向こうの建物に入ってくれたな、よかったよかった、ここはまあじゃあ大丈夫だろうなと思って潜んでますと、その3人が何やらね、カチッカチッカチッ火を起こすような何かをしてる。でなんとなく薄明かりに見えるそうなんですよ、その姿が。でカチッカチッカチッとやってるうちに火がうまくついて、なんかあの薪をくべてですね、キャンプファイヤーみたいなことを始められたそうなんですよ。でそれを見てますと、その3人の服装や顔なんかがチラチラ見えるそうなんですね。でちょっと離れたそのトイレの建物からその3人がいる建物をこう覗いてますと、その揺れる炎の中の3人の姿が見えてきた。で、ああ、ああいう格好か、あれ、あの格好はもしかするとなんか警察の人かな、偵察隊にしてはでも来られて焚き火なんかするのおかしいな、ここで何か今日あるのかなと思いながら不安そうにその男性が見てて、ずっと見てて気づいたそうなんですけど、この3人さん皆さん軍服だったそうなんですよ。いわゆる兵隊さんの格好されてる。もしかするとそういうマニアの方かな。まあもしこれが霊だとしたらこんなにはっきり映るわけもないし、絶対これはお化けではまずない。確実にその格好をした人が3人そこにいる。でその3人を見ながらしばらくまた静かにしてますと、そのうちの一人の人がおもむろになんかどうも写真みたいなのを手に取ってですね、なんか喋ってるそうなんです。でこの会話の内容っていうのが、あ、そうかそうか、お前には子供がいたな、まあ、一人の男性が言うと、その写真を持った男性がそうなんですよ、今まで5歳でしてね、この子を守るためにも、いや、この子の将来を守るためにも、この場を守り続けることがやはり私たちの使命ですよね、なんてことを喋ってられるそうなんですよ。どうやらなんか時空を超えたような、過去にあった戦争時代の兵隊さんのような会話がそこでずっと続くそうなんです。でそこでその3人がわーっと喋ってる内容を聞いてますと、その男性だんだんと自分が恥ずかしくなったっていうんですね。どういうことかって言いますと、命をかけて私たちが守る、それによって清き正しき日本人たちがこの先平和な時代を迎えると、もうちゃんと、善悪が区別のついたですね、日本人の人たちがお互いが和をもってこの国をきっと治めてくれるはずだ、いさかいもないいい世の中を作るために僕たちはここで頑張ろうな、なんて話をその3人がしてるそうなんですよ。その男性、所有者の許可もなくですね、勝手に来て勝手に上がって夜釣りしてるわけですから、はあ、そういうと、まあ、ご先祖様もそうですけれども、今ここまで自分の命をつないできた過去の先人たちになんとなく申し訳なくなってきた。でそうか、恥ずかしいことをしているなと思ってたんですけれども、とりあえずなんとなくこの3人に見つかるとダメだと思ったその男性は、トイレからおもむろに立ち上がってですね、自分の停泊させていた
ボートの方に戻ろうと思って荷物を持ってゆっくりとボートの方に向かおうとした時に、近くにも真っ暗でしたから分からなかったそうなんですけれども、なんかバケツみたいな、鉄でできたバケツみたいなのがあったそうなんですけど、それにけつまずかれたそうなんです。そうするとガランガランと大きな音がした。はっ、やばいと思った瞬間、その兵隊さんたちがおもむろに立ち上がる、その姿がなんとなく分かったそうなんです。そうするとその兵隊さんが、誰だ、大きなことを声を出しながらですね、こっちへ向かってくるんです。でうわーと走ってこられるんで、自分も必死になってボートの方に向かって逃げるんですけれども、荷物は持ってる、向こうは普段から体を鍛えてる、訓練をされてる方たちですから、すぐに追いつかれると、とっさになんかそんな風に思ったそうなんですね。ですからすぐに諦めて、すいません、荷物を置いて両手を挙げて、私は何も武器を持ってません、大きな声で、日本人です、私は日本人なんです、まあそう叫んだそうなんですね。でそうするとそのこっちへ向かっていた足音はピタッと止まったそうなんですけれども、そこでこの男性続けてこうおっしゃったそうなんです。もしかするとこれは戦争の頃の兵隊さんの霊かもしれないと思われたので、両手を挙げながら、日本人です、で今実はもう戦争はとっくに終わってるんです、どうか成仏してください、手を挙げながらその男性そうおっしゃったそうなんですね。そうしますと向こうから返答があったそうなんです。どんな返答かって言いますと、戦争が終わってる、そんなことは俺らもうとっくに知ってるよ、でも今僕たちはここを守り続けてるんだ、そんな風な声が最後島中に響き渡って、その3人は消えたそうなんですね。でそのままボートで帰られて、翌日この島の所有者の方に謝りにその男性が行かれた時に、この所有者の方が、ああそうでしたかそうでしたか、いや実はね、昨日ちょうど光が入っていく目撃例が近所であったんですよ、そんな話をされるそうなんですね。どういうことかって言いますと、この島は昔砲台があったそうなんです。でこの砲台のあった島で、まあたくさんの兵隊さんがお亡くなりになられたりする、まあ実際した、で未だに祠を建ててですね、その英霊の魂をそこで拝みに定期的に祭事を行われているそうなんです。でその祭事の時、あるいは誰かが勝手に入った時には、実はその島の近くにぼーっと火の玉のような火が現れるそうなんですね。まあその男性が船で誰かが近寄ってくると思ったあの船の光っていうのは、もしかするとこの兵隊さん方の魂の火の玉だったのかもしれませんね。まあそんなお話を私お聞きしたんです。でまあこの話をね、この男性が私にするときに、これ誰にしても実はそんなはっきりね霊が見えるわけない、あとは霊感もないんでしょって言われます。でいろんな人に笑われました。でも私は実際見たんですって、その男性おっしゃるんですね。で見たし話も聞いたし、あの島には今でも亡き兵隊さんが魂となってこの日本を守ってくださってるんですよ。そんな話を私に熱弁されるわけですね。でああそうでしたか、でもまあその霊がおられるかどうかは別としてね、やっぱり供養を続けるってことは大切ですから、その島に行かれた時にはどうか昼間であっても祠のようなところがあるんならばそこで手を合わせてくださいね、なんて話をまあしたんですね。でこの話、まあ実際まあ今お聞きの皆さんも、本当かな嘘かなっていうことがあるかもしれませんが、まあ一つね面白い事実があったお話をさせていただきますと、これはね日露戦争の開戦直前の話なんですけれども、時は明治時代ですね。昭憲皇太后様がおられた時、葉山の御用邸でお休みになってられたんですね、皇太后様が。その時にですね、ある人が夢に出てきたそうなんです。でこの夢に出てきたのは誰かというと、没後37年経ってたあの坂本龍馬さんなんですね。この皇太后様がですね、寝てますと枕元に坂本龍馬という名乗る男が現れて、でもう没後30なんですけど、明らかにまあこれ夢であるか霊であるわけなんですけれども、その坂本龍馬という男性が
皇太后様にこんな話をしたそうなんです。私はもうこの世のものではありません。私の魂は我が国の海軍に宿り、忠義の心があって、勇敢な正義の心があって、節操がある、そのような日本人の軍人たちを守る覚悟でおります。ですからどうか安心してくださいというふうな内容をこの坂本龍馬が枕元で皇太后様にお伝えしたそうなんですね。でその後坂本龍馬という人間が本当にいるのかどうかを調査した結果、有名なここに手を入れた坂本龍馬の像、写真がありますけれども、あれをご覧になられて間違いなくこのものだ、そんなふうにおっしゃったそうなんですね。でこれが実は坂本龍馬という人間が世に大きく名前が出た最初の時だと言われております。これももちろん賛否両論ありまして、後から作られた話であるだとか、単なる偶然の夢だとかっていうふうないろいろな意見はありますけれども、ただ私たちこの令和を生きる私たちですね、少なからずとも神や仏、もちろんご先祖様、そういった目に見えない人たちが私たちを心配してですね、憐れんでですね、見てくださっていることはもう私は間違いないというふうに思いますし、皆さんが今しんどいなと思ってられる方がおられたら、どうかですね、そういった英霊の皆様にも守っていただいている、神様仏様にも守っていただいていることに欲をかくことなく、ただただ感謝してですね、困っていますけれども、どうか皆さんは、成仏してください。で神仏にはですね、どうかこの国をお守りくださいというふうに今一丸となって今、この国のことをみんなで考える時期ではないかなというふうに思いましたので、本日はこの話をさせていただきました。本日も怪談説法最後までお聞きいただきありがとうございました。